どうも、花輪でございます。今日はですね、埼玉県の四季にこうやってきましたけれども、大人気コーナー、芸人仲間とランチに行くね。このコーナー、今日で何回目だろうな、忘れちゃいましたね、まあ、その芸人さんと一緒にランチに行くというこのコーナーですけれども、今日一緒にランチ行ってくれる芸人さんはこの方です。どうぞ。どうも、ハイハイの岩崎です。どうもお願いします。夫婦じゃないですか。いや、久しぶりですね。あ、どうも久しぶり。ガンちゃんです。あ、どうも岩崎です。はい、同じ事務所ですね。相変わらずハゲてますね。いや、それはもういいか。なんかついてるよ、マジで。なんかついてるから、これ。え、ちょっと、いや、ちょっと、取り方よ。本当にすごい。油がすごい、本当に。いや、汗かいてる。暑いから、汗も出ちゃう。みんなかいてるから。いいですね。いや、何がいい。突っ込みますね。突っ込んだんじゃない。突っ込みなんですよ。今突っ込みじゃないから、ね。このハゲで突っ込みですからね。いやいや、だからアップリしすぎだろ、おい。そんな取らなくていい。色白すぎない、マジで。いや、家出てない。どうしたの。家出てないのよ。いや、家出なすぎでしょ、ほんと。これやばいよ。いや、すごい不健康な色の白さだから。そんなに。いや、足を怪我しまして、少し前に。そうなの。靭帯切れてね。そう、靭帯切ったもんで、ね、ボルダリングやってたんですよ。そう、そんなもんで、ね、ボルダリングで上から落ちて、そう、足、靭帯を切りまして、はい、それからちょっとね、なんかちょっと、うん、動けなくなったんで、うん、もうちょっと家にこもりっぱなし。昔ね、鍛えてたもんね、だって。そう、今ぷよぷよ。あ、これは最新のクロックスですか。いや、違います。もうこれ、2年ぐらい前。いや、取らなくていい。違う。いや、まさかさ、足元取られると思ってないから、俺も油断しちゃうわけよ。それクロックスで来るよ、俺だって。うるさいなぁ。いいですね。久しぶりだからね。いや、嬉しくて、やっぱり久しぶりだから。久しぶりなんですよ、ここ。久しぶりなんですけど、実はですね、このガンちゃん、うん、埼玉県在住でして。あ、そうなんですか。そうなんです。はい。なので、結構、まあ、ここからそんな遠くないということで、うん、今日はですね、ちょっとまあ僕も近くで今日は用事がありましたんで、その流れで一緒にランチしようということですけど、今日行くお店がですね、もうここから歩いて行けるところなんですが、もうラーメン業界にこう新風を巻き起こした伝説のお店です。結構その、はい、ラーメン界隈では有名なお店、有名ですね。麺屋上田さんというね、うん、聞いたことあるでしょ。はい、名前だけは、はい。まあ、どういうものを出してくれるのかまでは分かんないですけど、あ、ここがもうね、本当にすごいんです。もう味はもちろんですけども、はいはい、映えるラーメンどうですか。すごいんですよ。ラーメン映える、はい、しかもこの上田美咲さんという女性の方が切り込みしまして、この方がもう考えるラーメンが本当にすごいという。あ、そうなんだ、はい、ちょっと行ってみましょうかね。はい、じゃあぜひ、はい、行きましょう。行きましょう。さあ、はい、ということで、はい、到着しました。こちらです、麺屋上田さんです。はい、ね、はい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 、こちらですね。これ上竹ぼうきになってくるね。すごいね。さあ、今日は上田美咲ちゃんいるかな。いや、美咲ちゃん、美咲ちゃんって言われてるんですよ、ラーメン業界のね、人たちがね。美咲さんいるでしょうか。行ってみましょう。失礼します。すいません。あ、美咲ちゃん、どうもどうも。あ、いらっしゃいました。どうもどうも、こんにちは、お世話になります。お世話になります。いやー、ちょっと実はもうずっと来たくてやってこれました。ありがとうございます。ありがとうございます。ハイハイっていう芸人の岩崎です。岩崎です。お世話になります。お願いします。すみません、ありがとうございます。じゃあ今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、ということで来ましたけどね、この店内ね、いいですよね。あ、ギャル曽根来てます。ほんとだ、ギャル曽根ちゃん来てるし、見てほら、はい、ギャル曽根ちゃんで、ラーメン王の石神さんのサインがありますけどね。本当に有名なんですよ。佐野稔さんのサインもあります。お、ほんと、あ、はいはい、ほんとだ。さあ、じゃあ早速買いましょう。ちょっと、あ、ごめんごめん。いや、なんで俺も買うんですか。後で買います、マジで。後で買います、今クリア。え、何持ってんいやいや、ちょっといいけど、いいけど、別にね。え、おかしいでしょ、買う。ちょっと、俺のだから、汚ねってなんだよ、人の財布。汚くない。この辺は多分、花チャンネルっぽくないんで。いや、全部開く、ちょっと、そんなにいらないし。そう、やめてくんないですよ。そんなにいらないし。ちょっと買いましょう、普通に買いましょう。あと返す、マジで。はい、覚えておく。じゃあ3000円かけてくるんで。ああ、はい、はい、さあ、じゃあですね、やはりね、一番これね、パワーがあるのはね、こ
焦がし系なんですよ、有名なのは上田さんの焦がし特濃ラーメン、いきます。それとうまそうだね。ガンちゃんじゃあこれいっときます。特濃、うん、特濃ライトとハード、うん、どうする、ハードでいきましょうか。ハードあとね、そうだな、このね、油丼、油丼でこれがいいです。あとはチャーシューごもいこうかな。あ、いいじゃない。いいっすね。はい、さあという形で今日は行かせてもらいたいなと思います。はい、はい、行きましょう、行きましょう。はい、はい、すいません、これでお願いしたいんですけども、はい、すいません、焦がし特のお願いいたします。お願いします。特のはライトとハードになってます。ハード、ハードで、じゃあ、一回、一回、お釣り、お釣り忘れてるから、俺の金が飲めない。ライトは、はい、こっちが壊しとくので、これがライトっぽいんですよ、うん、ライト、じゃあハード、ハードで、じゃあハードとライト、はい、ライト、あとこれですね、はい、美味しいですか、やっぱ、ちょっと話聞きましょう、美味しいですか。何をいつも頼まれるんですか。もう特濃なんですけど、今日はたまたま限定。あ、限定があった。限定なんだ。毎回違う。やっぱ美味しいですか。ねえ。ありがとうございます。すいません。コラボやったことあるんですよ。はい、モテッポの皆さんがうちの負けたとか言って。ああ、この濃厚具合が。でも今モテッポさん、あそこまで前ほど濃くないですね。うわ、美味しそうです。え、こちら何でしたっけ、これは何でしたっけ。
いや、めちゃくちゃ特濃じゃん、これ。来ました。これが特濃ラーメン。そしてこれが焦がし醤油。ね、豚バージョンですね。あ、チャーシュー丼ですね。そしてこれがチャーシュー丼。うん、で、これが油丼ですね。いいね。特濃ハード。はい。で、これはね、特濃のハードです。ハード。ハードですね。何がハード？さあ、それでは。いただきましょう。はい、いただきます。はい、まずこちらが焦がし醤油ですね。すごいね、やっぱ熱いからこれ、これ丼がこれ重なってるわけね、2枚ね。これがまたね、すごいですけども、このチャーシューが、いや、うまそうよ、それまぶってるからバーナーで。いただきましょう、早速。スープがすごいんですよ、ほら。あ、でも濃いね。いただきます。うわ、おいしい。いや、うまそう。濃厚。もうこれスープっていうかさ、うん、タレかっていうぐらい、あ、まとわりつく感じが、すごい濃厚ですね。そしてこの麺が、この感じね麺にスープがもう絡み合って、うん、うまっ。いや、うまそう。めちゃくちゃうまいっす。あ、そう。すいません、これ、うわ誰に謝ったらいいの。はぁ、うわ、やっぱね、この魚介のうまみが、うん、ぎっしり、ぎっしりですね。いや、うまそう。うん、すげえ、スープが絡まるから、なんかスープ、ね、うん、何、なくなっちゃうの。ちょっと食べ終わるまで待ってて、待っていいですか。え、ちょっと、いや、はい、いや、伸びちゃう伸びちゃうから、俺も食べたい。食べたい、食べたい。うん、ってください。じゃあいいですか。イエーイ。はい、じゃあ、僕はこの特濃の、いや、これスープはもうすでにね、むちゃくちゃ硬そうっていうか、あ、でもドロッと、すごい。うん、どう。あー、濃いわ、うん、あ、でもすごいさっぱりしてるね。あ、後味がいい。うわ、すげえ、麺がすごいでしょ。うん、すごいスープ、特濃だからめちゃくちゃ絡むよ。うん、うん、うわ、うん、いただきます。どうでしょう。うん、あ、まろやか。まあ、うまっ、これ、うまっ。すごいのがさ、見てよ、このチャーシュー、こんな分厚いんだよ、これ。あー、うまそうよねー。これはー、すごい、すごい。だいぶ摂社してるね。ねーすごい。よし、これいただきましょう。あー、ありがとう。やばかった。おいしい。まぶってあるからさ、おいしいんですよ。うん、皆さん、めちゃくちゃ美味しいです。あ、これはちょうどいいのか。あ、すみません。これがちょうどいい。ここはちょうどいい。でもこれすごいですね、この濃厚さが。そうですね、でもこっちのはまろやかな感じですね。そうですね、あの、全然くたくたく。これを作った時に、はい、いろいろやってしまった、うん、ありまして、その時にも最初牛やって、はい、トリュフを取り入れたりして、はい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 、私、豚臭がダメなんです。ああ、そうなんですね。昔、内外三年とあったのが、はい、何年間で、はい、あそこに食べ行って、その時すごい内外三年が流行ってて、何人か、やっとあと10年ぐらいで私の考えと思ったけど、あの、はい、とんかつの匂い、あの匂いで、入っちゃったんですよ。で、それから豚がもう嫌いになる。なるほどね。だからお店の前に豚がやってても、匂いとこには入らない。うん、豚骨のね、の匂いが。
だから、それでその、うん、まあ、豚骨業界、その頃ちょっとその豚骨業界を出てたから、うん、豚骨業界にしようかなって思ったんですけど、1回目に行って、2回目に行って、開催デビューだから、うん、何のもの持ってきても、うん、そう、ね、若い綺麗な姉ちゃんの開催デビューって感じだけど、インパクトあるやつだね、ダダの開催デビューだから、それで、うん、これ、うん、え、何年目ですか、ラーメン、これは、お店は、お店は、それで、今年で22年目、ほら、そう、今年3分目、20周年があって、その時はちょうど、区切りがいいから、ただ、引退ってないのは、7日しかも私はやってるから、あ、一応、卒業というか、一応卒業してるんです、そう、20周年です、ね、そうですね、これ、美味しいのが、こうキャベツが乗ってるのがいいですね、キャベツとかネギとかね、それはね、やっぱり女性が作るからです、うん、私はランニングの時に、その前に焼肉焼くのかなって、いろいろ野菜いっぱいあるんだよ、感じとか、うん、で、ラーメンがさ、うん、何食べ物みたいに言われてるの、うん、野菜が少ないから、うんうんうん、だから野菜たっぷり、そう、野菜があれば総合食になるんじゃないか、うん、確かに、なるほどね、だから野菜が多いんです、このお肉も分厚いですけども、これはもうこだわって、そうですね、ほんと美味しい、うん、おたしかくしないように、うん、ここの作る、ドラドラ作るのに、2週間ぐらいかかったから、毎日毎日こうやって、だんだん面白くなって、どこまで濃くなるってやり始めた。自分が今度、待っちゃって、この行き着いた時はこれになった、自分が食べて美味しいなと思うものしか出したくないってのが、なるほどね、あの、おせんべい乗ってるのがいいってことね、それはね、消化せんべいで、ね、草加せんべい、そう、草加のあれ、草加せんべい、埼玉だからね、そうね、やっぱね、埼玉の名物をこう載せてるあたりが、小菓子もあるでしょ、うん、で、これ、ちょっと下の方はスープでふやけてね、もっとね、つけといてほしい、はい、すいません、もっと硬くこれつけるんだ、こうやってこうやってつけとくというね、こうやってね、もっとずっと埋めちゃう、うん、スープちゃんも柔らかし、うん、ちょっと飲ましょう、スープでちょっと待って、いや、すごいから、うん、それはハードです、美味しいな、うん、うまいですね、これは、あれなんか魚介の感じもあるんですか、そうですね、それはあの、うんと、豚と、あとはカツオですね、カツオ、カツオね、で、またこれが人気なのは、こちらの油丼は、もともとはまかない丼だったんです、それをお店に出すのか、そう、人気で、自分で食べて、はい、これ背脂ですか、背脂じゃないです、あ、違う、はい、あの、牛皮です、ねえ、牛皮、あ、美味しそう、それでこれがキャベツで、ね、いただきます、で、昔、うまっ、うまそう、めちゃくちゃうまい、嵐の桜井君が2杯おかわりします、はい、嵐の桜井君が2杯おかわり、確かにこれめちゃくちゃうめ、めちゃくちゃ美味しい、そんなの2杯食べるかな、うん、いや、食べますよ、やっぱ炊き込みたくなりますね、これね、だから他にないから、多分2杯食べたんです、いや、いや、そんなことないし、美味しいからですよ、油を塗っちゃってるから、油臭くなる、うん、ほんと、意外とめちゃめちゃ油っぽいからと思ったら、そうじゃないですね、あっさりしてますね、あ、ちょっと高い、うん、だから、あの、本当の油っぽいところに抜いてた、あー、うん、本日の魅力、チャーシュー丼ですよ、牛と豚丼です、あ、なるほど、そっかそっか、これ牛なんだ、こっちはね、いただきます、うまい、あ、うまい、うん、脂身の柔らかいところと、あと焦げたところの硬さの歯ごたえがちょうどくて、あと味付けがしっかりしてて、うまい、めちゃくちゃうまい、いや、最高ですね、これは、そっか、みなりちゃんももう卒業の、そっか、されてるわけですよね、そう、それで月に1回だけ、表舞台に出る、へぇ、あ、じゃあ普段はお店出てないですか、普段は出てない、へぇ、で、今なんか政治家とかもしてるんですか、ね、へぇ、政治家さんとしても活躍されてるんで、それで、いろいろ頼む大学の時に学年2年半ぐらい通ってたんですよ、美容院とか
書いてあるんですけど、その時に、なんか行って帰ってくるとか、みんなで集まっていろんな話するじゃないですか。で、それを何回も繰り返すけどね、話だけで終わったら、意味がないような気がした。なるほど。一人よがりじゃないかなと思って。うん、まあ、例えば新橋のね、カラスの人たちが、飲んで、親子の悪口言って解散すると同じことをしてるんじゃないかなっていう、それがずっと蓄積してきて、でもやっぱり外食の年だけだから15時間その入る時もあるし、眠る時間がない時もあるし、結局私も言う考え方と余った時間が寝る時間、余った時間で寝るんですか。そうです。だから以前にスープ炊きながら30分寝て、また起きて30分寝てとか、だから1日何時間寝てますって言ったら、どうもわかんないですけど。でもよく体持ちますね。持ちますよね。きついですよ、きついですよ。だからラーメン屋やってたんじゃ、そういうその次の世代のことをやりたくてもできないです。なるほどね、やっぱ体力的な部分だけじゃなくてね。まあ、20年っていうのがその節目で。節目になるかな。で、最終年続けられるかというと、もう体力的なものがあるから分かんない。ミスじゃないですか、それは。いや、ありがとうございます。すみません。さあ、ということでございまして、はい、完食でございます。いや、美味しかったです。はい、すごいね、ガンちゃんも完食ですか。ありがとうございます。はい、完食しました。いつか見せてもらってこう、はいはいはい。はい、完食しました。いや、美味しかったですね。いや、美味しかった。やっぱすごいね。満足でございます。やっぱこれはやっぱ伝説の店ですよ。うん。ねえ。はい、ぜひ皆さんも、埼玉のね、四季駅から歩いて5分のところにありますね。麺屋上田さんでございますけれどもね、いやちょっと本当にどうでしたか。いや、これね、このコーナーで前にディクソールが出たって話したでしょ。はいはい、だからそれでちょっと話が聞いてたんですよ。はいはいはい、めちゃくちゃ飯を食わされた。聞いてたから、はいはい、俺すげえとんでもないでっかいものを出されるかと思って、いや単純に美味しく食べれてめちゃくちゃ美味しかった。いやよかった。そうですよ。いやもう一軒行きますかね。え？いやいやさすがに無理よ。まあ満腹だよ。そうそうそう。あ、またぜひともらんじゃん。はい。埼玉の名店あったら教えてくださいよ。あ、なるほど。ね。はいはい、いいですよ。という感じでございまして、麺屋上田さんでございました。美味しかったです。はい、ありがとうございました。ございました。ごちそうさまでした。ガンちゃん、ありがとう。あ、ごちそうさまでした。